力を新井選手は持っていますけれども、はい、去年日本選手権で連覇を達成し著しい成長を遂げています。今年はオリンピック初出場がかかっていますが、その新井選手に取材してきました。ウミガメ本当にいるんですか？すげえ。男子やり投げの新井良平選手、24歳です。先月11日、新井選手は同じクラブのトップアスリートとともに砂浜でのトレーニングから1年のスタートを切りました。めちゃくちゃきつかったです。で、海は綺麗なので気持ちよくできました。しっかりこういう地道なトレーニングをもっともっと続けて大きい投てきができるように頑張っていきたいと思います。いいぞ。もともとソフトボール選手だった新井選手がやり投げを始めたのは高校1年生からです。おととし22歳の時、日本歴代2位の記録をマーク。さらに去年の日本選手権では大会新記録で連覇を達成。競技歴8年で日本のやり投げ界トップに上り詰めました。新井選手は午前中仕事を終えてから母校の大学でおよそ6時間練習に励んでいます。国内トップレベルの飛距離を投げる新井選手ですが、90メートル以上投げる世界の強豪とは実力差があります。風は左。これまで一人で技術の向上を図り自己記録を更新してきた新井選手。しかし思い描くやり投げとはほど遠く、世界との距離を縮めることができない現状に悩んでいました。力もパワーも知識も経験も全てですか、劣っているな。しかし新井選手に転機が訪れます。去年初出場で臨んだ世界選手権決勝の3投目、結果はファールで入賞は逃しましたが、この投擲で初めて得られた感覚がありました。左が日本選手権で優勝した時、右が世界選手権で3投目を投げた時の投げる直前の動きです。これまでは膝が深く曲がる分上体も反り返り、槍が高く上がっていました。しかし世界選手権で膝の角度をより小さくしたことで上体に力が伝わりやすくなり、弾道の低い投擲ができるようになったのです。しかしこのまま真っ直ぐこう乗り込めていっているので、この状態のまま膝を返して、はい、腕までちゃんと伝えられるようになったので、そこが大きな違いかな。やりが伸びてくる最後の最後まで、それの違いが出て、あの角度つけるつけないと出てきてしまうので、その違いがすごい大きくて、膝の角度を小さくするほど上半身で受け止める力が大きくなります。その衝撃に耐えられる体を作るため、新井選手は冬の期間徹底したウエイトトレーニングに取り組んでいます。この日新井選手は自分の体重の倍近くある170キロを持ち上げていました。追い求め新たな可能性を切り開いた新井選手、まずは春の国内大会で日本記録の87メートル60を更新した上でオリンピックへ挑む覚悟です。日本記録を投げないと試合にもまたならないと思うので、しっかりそこは
リオの前までには投げないといけないなと、自分のできる能力を上げていくっていうことがすごく大事だと思います。頑張ります、精一杯。日本歴代2位の記録を持つこの新井選手が世界選手権であのファールになった投てきで感覚つかんだっていう、はい、確かに膝の角度を見ると写真で見ると違いますね、はい、そうなんです、どうでしたか、取材してみて。はい、やっぱりこういつも常に自分で考えてこうしたらいいんじゃないかって考えて振り返っているんですね、はい、そしてなんか一つこう殻を自分で破って突き進んでいく姿を見て、今年こそこう記録が出るんじゃないかなっていう感じがしました。その先にあのオリンピックがあると思うんですけども、はい、新井選手はこれどういう条件で、まあ、投てきをしていけば、記録を残していけば、これオリンピックにつながるでしょうか。はい、まずですね、オリンピックの代表選考でクリアしなければならない記録というものがあるんですね、はい、こちらはもう新井選手クリアしていますので、なるほど、記録は、はい、はい、ですので、6月24日から始まる日本選手権で、はい、まずは8位以内に入る。なるほど。そしてさらにその中でトップに立たなければ、立てば内定が決まる。8位以内で日本人でトップになれば内定が決まる、はい、そして、まあ、国内戦は4月の20、29日から始まりますので、幸先のいいスタートを切ってほしいと思います。そうですね、日本記録も期待したいですね。